い、皆さんこんにちは。ピノ、大丈夫？ピノ、ね、ピピ、しんどいね、ね、ピノね、ね、今出すからね、ピノね、ね、すいません、いろいろあのピノちゃんにあのいろんなもの送ってくれたり、いろいろやってくれて本当にありがとうございます。ちょっと今。ピノの状況が結構悪いんで、今日医者行ってエコーを取ってきたら、ちょっと腹水っていうか溜まってるみたいなんで、あと肝臓も調子悪いんで、今俺にできる最大のこと、まあもう気候しかないんで、で昨日ちょっとあの開けたんですけど。ピノの体の中に 今から気を流して、それで悪いものを体の中に入れて、それを俺が排出するっていう、それちょっとまあ人間だったら結構できるんですけど、なかなか動物だとできないことが多くて、昨日やってちょっといい感じで出たんですけど、今日はちょっとそれをやってみようかなと思ってます。ちょっとピノを上げてください。今抜いてやっかな、ちょっと待っとけ。いいな、頑張ろうな。みんなが力貸してくれてっからな、いいよな。今抜いてっから、ちょっと待っとけ。見えない力っていうのがあるっていうの見せてやっからな。
ちょっとすみません、汚いかもしれないですけど出します。ビビ出たぞ、ちょっと。だいぶた。ピノの肝臓とあと胆のうのと横に脇脾臓と肝臓の脇にある腹水のちょっと溜まってるところの、ちょっと後でエコーの写真見せますけど、今俺の体の中体の中に、この腕から悪いものを通して一応ピノの体の中のものを排出しました。血ではないから、これちょっと何だろうな、これオーダーも出てるからな。いいな、しんどいね、ピピ。ちょっと寝るか。うん、ピピちょっと息できたか。うん、調子しんどかったね。ピピこんだけ出たから。ねえ、ピピ頑張ろう。これがちょっとすみません、見た目悪くて申し訳ないけど、ピノの体から今吸い出したものです。今日これエコー検査もあれしたんだけど、要はちょっと、まあ分かりにくいと思いますけれども、これピノの、これが脾臓なんですよ。でここが肝臓で、そこの肝臓と脾臓の間のところにこの黒い三角形の部分、これが腹水なんですね。これが針させない状態なんで、まだ、まあ、大きさがちょっとちっちゃいん で今これのこの黒い部分の腹水 を俺の体の中に入れて抜いたのがこれなんですよ。まあこの この目盛り一つが、これ1センチなんで、まあ、大体2センチぐらいかな。ぐらいのところに、この水が溜まってるのと、それと、もう一個こっち。これは胆管で、胆のうで、この白い部分ね。ここがこれ石なんですよね。
まあ、石もだけじゃ、まあ、動いてないから、まああのまあ、これが直接の原因ではないと思うんですけど、肝臓、まあ、肝臓プラス、まあ、これもあるっていうことで、まあ、今日ちょっと病院でエコーを取ってきたんですけど、しんどい。なんで、とりあえず、まあ、そんな感じで、あとは、ヘンプオイルと、プラセンタ、それに、シーグレイシュっていうの、すごく体にいいっていうもの、がん細胞を消したりとか、まあ、そういうのをやってくれる、そういうものを、がん細胞だとかそういったのを浄化してくれるっていうのと、あとまあネフガードっていったら、まあ、それはあの腎臓とかそういったあの方の作用する薬なんですけど、それは要は、まあ、活性炭って、まあ、炭ですよね。炭ってあのいろんな毒素浄化っていうかのあれ気持ちいいできるんで、それをさっき一錠飲ませて、で、まあ、ちょっと流動食を若干流し込んでみたいな感じで、今ちょっと寝てるんであれですけど、本当にもう皆さんが本当に力を貸してくれてるのを本当今回実感しました。本当にあのこの場を借りてお礼を言わせてください。本当に心よりありがとうございます。今ここに寝てるビビちゃんは今年もうすぐ21歳になりますけど、本当この子もこの間も危篤状態でもうやばかったのは、とりあえず気流してあと病院で点滴打ったら完全復活して今寝てますけれども、もう人間で言ったら100歳超えのもうおじいちゃんですけど、ビビはもう何の心配もなく、完全復活できましたんで、あとはピノをちょっとどうにかして元に戻したいなと思って、今こうやって、ちょっとライブ配信させてもらいました。龍神さん本当にちょっと遅れて申し訳ないんですけど、ちょっと今ピノちゃんにかかりきりになっちゃってるんで、ちょっとなかなか楽譜を出しに行けなくて本当申し訳ないです。まあ病院との往復の合間を縫ってちゃんと楽譜を出しますんで、まあ、本当に、まあ、気候は俺は子供の時からまあ親父と一緒に体に取り入れるっていうね方法を取ってきて、まあ、いろいろさっきも見せましたけど、まあ気の療法っていうのがあるんで、で、まあ、まあ波動、まあ格闘技波動打ち込むの時もそうだし、まあ直すも壊すも両も、まあその回転感の掛け次第なんですけど、動物を注意したりとかするときは左回転、でそうでないときは右回転っていう、まあいろいろちょっとやり方、まあちょっと話脱線しましたけど、そういうね、あと吸い込むときはもう、左右の手を使って、まあ、右から悪いものを吸い出して一旦、まあ、それ患部に右手を当てつつ左手で、まあまあ、ポンプの役目っていうのかなをしながら吸い上げてったものを、まあ、イメージとしては、まあ、患部からこう体の中にこう液体のものをこう吸い出してストローみたいな感じで吸い出してって、要は俺の体の中に一旦入れて、まあ、昔はね金魚飲み込んで母で出す親父じゃないけど、まあまあそれに近い感じで、まあ、悪い毒素を体の中にドーンって入れて、諸岡さん大丈夫でしょ、俺は特殊能力を持ってる人間なんでこういう時に使えないとあれですけど、まあ、とにかくなんだろうな、
本当に今回は本当にいろんな人に助けてもらってこんなにピノは愛されてるんだなと思って本当ピノ頑張ってるから絶対泣かないって決めてるんですけどすいません。諸岡さんのコメント見たらちょっとダメだちょっとほんとねもう赤ちゃんの時からもうほんとミルクあげて育ててきたよねほんと大事な我が子なんでどうしてやってでも助けたいんですけどやっぱ肝臓っていうのは沈黙の臓器って言われるだけあってほんとに突然悪くなるから今回はちょっと結構きついもう7年前8年前かにモグちゃんを休止したのの時もそうだったけどモグ、まあの生まれ変わりなんだよピノはねだから本当あの子は本当に世界に一匹しかいない雌雄同体のヒマラヤなんですよだからもうピノモグがねバジスタって言ったら、まあ、拡張型心筋症っていう病気 でもうどうにもなんなくってで医者にでやっぱエコー見た時に、ああもうこれバジスタでしょって言ったらああそうですって言われちょっと助かんないじゃないかって話になってで気休め程度に点滴も打たなかったのあの時はで、まあ、心臓だからタウリンを摂取してなんてってあれしてたらもう次の日コロって行っちゃってるんですけどその時にモグが俺に言ったのがすぐに生まれ変わってくるから悲しまないでくれって言ってそれで生まれ変わって出てきたのがピノなんでだから本当にもうで、ね、本当慌てて生まれ変わってきちゃったんだなっていうのがあったからだからいや本当雌雄同体男の子と女の子の両方を持って生まれてきたっていうね、でもう俺と約束したのがまあモグの分まで必ず生きると、長生きしてあれして好き嫌いは言わずにちゃんと食べる元気 に育つっていうのを約束してきたんでまだ生かせるわけいかんですよ前田明さん本当ありがとうございます今ちょっとねピノちゃんだいぶ本当皆さんのちょっと、なるべくちょっと体力を回復させてから、次の治療っていうか、医者はもう本当にもう確率半々みたいな感じだけど、俺はもうそのパーセンテージをもっと上げさせていこうかなと思ってとにかく目に見えない力ってあるからだからやっぱりもう龍神さんの力も借りてるし不動産の力も借りてるし薬師如来さんの力も借りてるしもうその他にも一番やっぱり励みになるのは本当にもう皆さんの本当応援メッセージとか前田明さんもそうですしね諸岡健二さんもそうだし伊丹哲也さんもそうだし、ね、他のいろんな龍神さんのお客さんとかもみんなねいろんなもの送ってきてくれたり気を送りますとかね本当言ってくれたり、それがやっぱり本当見えない力となってもまあドラゴンボールの元気玉じゃないけど本当にそういう力とあると俺は信じてるんでだからピノもちょっとねちっちゃな体で戦ってますんでだからどうも中島さんお久しぶりです、なんで、きついけど、なんとか、皆さん、助けるのを、力貸してください、お願いします。なんで、BJ チャンネルとかもね、なかなかちょっとできなかったりはするんで、まあ、こういう形で、配信させてもらったりしてますけれども、
まあ、でも昨日は赤っぽい血みたいな色だったけど、今回今日この色は何なんだろうな、このちょっと、やっぱ肝臓だから、まあ、ちょっとまあ黄疸の色とか、そういう なんだろうな。でもまあこうやって体から出したから、出せたから、匂い嗅いでも、やっぱなんか内臓系のちょっと、まあ、ちょっと動物の、そういう系の匂いがするから、やっぱりちゃんと出てくれたんだと思うんですけど、ちょっと、あと、見苦しくすみませんね。もう俺の口から出たんで、別に俺が吐いたわけじゃないんですけど、ピノの体の中のものをこう体に入れて、排出したっていう形なんで、まあ、これやるとしばらく動けなくなるぐらい、ちょっと、体力使うんですけど まあ一応、長年鍛えてきたんで、まあなんとかこんぐらいは、まあ1日1回はいけるかなっていう、まあ、それよりね、本当に いや、谷さん、胃液じゃないよ、これは。胆のじゃないんだけど、脾臓と、肝臓の隙間のところにね、ちょっと腹水みたいなのが溜まってるっぽいね。それとあと、まあ、肝臓のの肝嚢胞、肝嚢胞の、の、の要はふ、要は肝臓の中に、なんていうの、散弾銃で撃ったみたいな、の風船みたいな感じの、なんでこんだけいろいろあるかって言ったら、昔、まあ、ね、画家ですけど、まあ、ブラックジャックに憧れてしまって、どうしても外科医になりたくて、かなり勉強した時期があって、まあ、親父も外科医の免許とか持ってたんで、まあ、最新の医学はよくわかんないですけど、まあ、一通り医学は勉強してきたつもりでいるんで、まあ、動物はちょっとね、わかんないですけど、まあ、人間の、まあ、エコの見方とかもある程度わかるんで、だからまあ、それでまあ今回ちょっと、こういう形で、ちょっと、まあ、それプラス、まあ、その見えない力、見えない力のっていうのあるのも、やっぱりこの木を、この今の、この場を借りてじゃないけど、そういった目に見えない気候だとか、そういった気っていうのは、本当にもう元気、やる気、損気、短気、ね、もう気がつかなかったとか、ね、気がめいるとかも、いろんな言葉、とにかく気っていうのがつくんでね。すべてはもう大地とそういったものとの融合で、まあそれで、その、ね、自然の力を体にもらって、それを出して、まあ、動物なり人間なりを治癒していくっていうのが気候のあれなんで、だから だから今俺はこうやって動物を眠らせることもできますけど、だから本当と陰と陽ね、表裏一体だから、まあ、壊すも治すも、もう気一つっていうね、そういう、まあ、漢方と一緒で、もう毒にもなれば薬にもなるっていう、そういったのも俺信じてやってるんで、だから西洋医学がダメなら東洋医学、それがダメだったらもうスピリチュアル、見えない世界の能力、っていうものを使って、本当にだから、もう体の DNA を再生する周波数とかもあるんで、そういった音楽とかも流して、なるべく本当、ね、動物に、の体に負担がないような形で、やっていこうかなと思ってるんで、なので、本当に、黄色、そうね、ちょっと黄色っぽい感じだね。昨日と赤いまな感じの違う。まあ、あんましね、まあ、見た目が、いいもんじゃないんで、もうこの辺にしておきますけど。まあ、とにかく、ピノは頑張ってますんで、皆さん、陰ながら応援よろしくお願いします。というわけで、ここら辺で、まあ、今ちょっと、まあ、さっき今聞き流したら、多分ピノも今寝てると思うんですけど、ちょっと見に行こうかな。
てますね。ちょっと寝息が苦しそうなのが本当かわいそうで。少しでも本当俺の力でね、苦しみから解放してあげれればなって思うんで、順次ありがとう。なんで、もう俺もちょっとピノと今戦ってますんで、絶対負けないんでね、頑張りますよ。本当今回思ったけど、もうなんだろう、もういつどうなるか分かんないんでね、本当に一日一日を大事に生きていけたらなと思ってるし、もう本当にいろんな人谷さん、もうできることは何でもするよ、もうこの際、後で後悔したくないからね、使えるものは何でも使う、できるものは俺にできることだったらもうどんなことでもする。だから本当一番なの、今1週間点滴打って、それで、まあ、今やってる療法、医者はもう一つも間違いがないって言ってくれたんで、だからそれで、で肝臓の数値が下がってくれれば、まあ、見込みっていうか治せる。治癒する、あとはもう、ね、動物って自然治癒力たけてるんで、あと本当今回ねすごい思ったのが、うち全部で9匹今いるんですけど、毎回ねピノのとこに行ってはね顔を覗き込んで、でじーっと見てるとこうやってなんていうのなんだろうな、まあ、オーラっていうのはこうね、こういうふうに体のこういうふうになんていうんだろう、全体覆ってるんですよ。そっからまあね、だから本当に何だろう、もう怒ってたりとか戦いとかする時とかってもうそのここにあるオーラがもわってもっとブワーって出るっていう、で不動明王の後ろのあの炎っていうのはあれオーラのね、怒りのオーラとかそういういう活力のすごいオーラのあれがもうあの炎の形で表してるわけで、だから本当にオーラなんてすぐオーラとか木っていうの見えるから、ほんと暗いところでこうやってもうね、あれしたと手をスッと離せば残像が見えるから、それが結局はオーラとか木になるわけですよ。で木っていうのはもうなんていうのね、こういうこの状態から下から薬上げてって、だんだんなんていうの、釣りのなんだっけな、あのフライフィッシングみたいな、こうどん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 こうやってで木の自分の木をこうやって伸ばしていくわけですよ。で相手とつながった時にビーンってあの釣り でかかったみたいな感じでピシーってなった瞬間 に相手とつんと交流ができるから、そっからこういう状態に流していく、でこっからの木の交流っていうのをやっていくんで、でだからまあそれでもいろんなね、体の見えない部分とか直していったりとか、そういうのが気候のとかあれなって、まあ、それを取り込んでやってるのが、まあ、格闘技で、まあ、瞬間とかそういったのもそうですけど、だ今それを治癒の方 に使ってピノを今俺は本当 に直していってあげてます。で、まあ、今こうやってね、もう気に流したとか、もうこの空間もパワースポットみたいになっちゃってるから、もうみんな寝てるんですよ。寝ちゃってる。さっきいなかった千代ちゃんもビビンもまた寝ちゃってるし、他の子たちもみんな寝ちゃってますね今。なんで、でも今ピノもさっきまでここにいてももう、ああ、もうぜー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 、もう、ああって声が聞こえたけど、今聞こえないんで、もうさっきのあれでちょっと若干楽になったのかなと思うんで、
そんな感じで戦ってますんで、皆さん本当にありがとうございます。そういうわけでまた、ピロが元気になったっていう報告をできればいいなと思います、っていうかします。なんで皆さん、陰ながらでお力をお貸しください。よろしくお願いします。ありがとうございます。よし、じゃあまたこれで一旦終わりにします。ありがとうございました。動画見てるだけでパワー感じる、本当ありがとう。痩せるかもしれない、これだ。ピノが治ってくれた後、同時にダイエットができてるっていう、一石二鳥を狙ってるからね、俺は。まあ、そんな感じで。やっぱ、悪いもん、体に入れて出すっていう行為は、もう、なんていうんだろう、ほんと。まあ、普通の医学じゃ、証明できないことだから、かといって、今ここから見た人だったら分かんないかもしれないけど、ありがとうございます、足立さん。すごい気だった、ありがとうございます。だから本当に、もう今回自分で見てても思うけど、こうバーってやった瞬間に、もう魔女の爪みたいにピシッってなってるのが見えるから、おすっげえなと思って、自分でちょっとびっくりしちゃいましたけど、それがもうなんて、もう本当シャワーみたいな勢いで出てるから、こうやってもうね注いでると、もう本当に今多分この画面見てもうね、ちょっと気をこうやって送るとね、肩痛いとか頭痛いとか目が疲れてるとかっていうの多分治ったりとかすると思うんで、ちょっとやってみようか。それでね、肩痛とか腰痛とか、大体緩和されていくと思います。遠隔ってのはもうやんないんだけど、まあ、この画面見て、もし体痛いとか、なんかそういう人いましたら、受け取ってくれれば幸いだなと思って、今ちょっとだけやりますけど。投げますよ。はい。というわけで。庄司でした。ありがとうございました。また、ライブ配信しますんで、よろしくお願いします。まあ、ちょっと口から出したのちょっと見苦しかったなテーマが。すいません。申し訳ない。
ありがとうございます。